電磁波って目に見えないし、体にそんなに悪い影響があるとは思えないという方も多いんじゃないかなと思います。ただしこの電磁波ですね、IARC 国際がん研究機関では発がん性のあるものとして指定されているものなんです。今私たちの暮らしの中には電磁波がたくさん溢れているので、危険性のあるものなんだというふうに認識して、ちょっとした工夫をすることで体のがんのリスクを下げることができます。ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、ドクターあきこです。マインドフル睡眠チャンネルでは、痩せない、眠れない、疲れやすいといったお悩みを解決するお手伝いをしています。まず電磁波には低周波と中間波と高周波、大きく分けてこの3つがあります。低周波には外に走っている送電線とか自動改札の機械とか、ああいったものが低周波です。中間波には IH 調理器などがあります。高周波にはスマホとかパソコンとか電子レンジなどがあります。ね、私たちが身近に使っているこのスマホは高周波の電磁波を含んでいるんです。さらにこの周波はどんどん高くなっています。今は 5G ですよね。 1G に比べるとどんどん周波が上がっていってるんですね。ワシントン州立大学のマーティン・ポール博士名誉教授によると、 5G は世の中に広まることによって体にすごく悪影響があるのでやめた方がいいっていう風に言われてました。どんな悪影響があるかというと、まず目ですね。白内障とか緑内障のリスクが上がって失明の危険性が増します。不妊症のリスクも上がります。皮膚がん、自閉症などの精神発達障害も増えると言われています。日本ではあんまりこの 5G に関しては皆さん抵抗している様子が大きくなかったような気がしますけれども、アイルランドとかスイス、ベルギー、ギリシャなどでは大きな国民の反対運動がありました。フランスでは3歳以下の子供がいる保育園ではランの設置は禁止するという法律もあるんですね。ネット社会では電磁波をカットするっていうと本当に不便になってしまうので、すごく難しい問題ではあるんですけども、体の影響を深刻に考えている人たちはできるだけカットしながら快適な生活ができるように工夫をしています。ただ電磁波全部ダメというわけにもいかないので、どういうものが体の影響が大きいのかっていうのを知っておく必要があります。まずはポイント3つあります。強さ、長さ、近さ、この3つなんですね。まず強さっていうと、強い電磁波があるものっていうのは危険ですよね。出力が高いものはどこにあるかというと、例えば電線の高圧送電線、そうしたものは高い出力ですね。あとは携帯電話の基地局なども強い出力があります。もしこれからお引越しするとか家を建てるって考えている方は、そのエリアの近くに送電線が走ってないかとか、携帯電話の基地局がないかとかチェックしておくといいと思います。これからお子さんを作ろうとするとか、小さいお子さんをお持ちの方はなおさらそういった電磁波の影響を受けやすいので、よく調べてから住まいを決めるようにしましょう。あとはこの被爆時間ですね。時間が長いほど体の影響が強くなるので、スマホやパソコン長い間使っているとそれだけ体に影響があるということですね。必要がない時間はできるだけオフにしたり、体から遠ざけておくということが有効です。そして人体への近さですね。体に近いところにで使えば使うほど影響が大きいので、例えばヘアアイロンとかドライヤーっていうのはもう頭、脳の間近で使うので、できるだけ使う時間を短くしたり、ドライヤー使うんだったらしっかりタオルドライしてささっと乾かす、そういう使い方をすることによって近いところにある電磁波を少なくすることができます。電気毛布とか体に密着するものも要注意です。特に赤ちゃんのいる方、妊娠中の方が電気毛布を使ったりすると、この生まれてくる赤ちゃんの脳腫瘍ができる確率が 2.5 倍と言われています。妊娠中の方は電気毛布は使わないようにした方がいいですね。あとパソコンを使う時に膝に置いて使うと、もうまさに体に密着して使うことになるので危険です。私はこうした台の上に乗せて使ってますけども、キーボードはちょっと外付けで使うとかすると電磁波を体からちょっと遠ざけることができます。もちろんデスクトップの方がいいと思います。最近電磁波過敏症っていうのがあるんですけど、知ってるでしょうか。ちゃんとした病気の概念ではないかもしれないですね。診断基準もないですし、ただ私の周りではこの電磁波過敏症なんじゃないかって言われる方がちらほらいらっしゃいます。例えば電気こたつの中に入るとチリ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 して違和感を感じると、使わなくなってからその症状が消えたっていう方もいらっしゃいますし、明らかに電磁波が近いところにあると具合が悪くなったっていう方多いんですよね。あとベッドの近くにコンセントがある方とか、電気のスイッチがあるっていう人も多いかもしれないんですけども、体の周りに電
線がいっぱいある状態で寝ると寝つきが悪くなったり動悸を感じるっていう方がいらっしゃいます。たまたまその方は寝る場所を変えたんですね。スイッチから離れたところで、ね、寝るようになってから症状が消えたと言われています。あくまでも経験談なので必ずそれが電磁波の影響だったかっていう証明はないんですけども、電磁波過敏症という方は人よりもすごくそういう影響を受けやすいことがあるので、もしかしたら電磁波の影響なんじゃないかなと疑ってみるのも一つヒントが見つかるかもしれません。あと解決方法、電磁波の影響を受けにくくするには金属を身につけることによってより一層影響を受けやすくなるので、アクセサリーの金属をたくさんつけてるとかそういう方は少し外す時間を長くしたり木の素材にするということで軽減することができます。ちょっと役に立ったなと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。評価ボタンも押していただけると嬉しいです。ドクターアキコの公式 LINE がありますのでぜひお友達になってください。セブンアプローチという私が提唱する健康法の動画をお送りしたり、週に5回マインドフルなメッセージをお送りしたり、おすすめアイテムを紹介したりしております。ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。